どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらでノーチラス使っていこうと思います。ちょっとこのキャラね、評価もうすでに変わりつつあって、もしかしたらギアステップ1番のあたりかもしれないですね。まあ、間違いなく1位2位ぐらいには入る最強キャラクターなんだけど、ちょっとギアステップのこのノーチラスが強すぎるということで、今日はこちらのノーチラスをリーダー運用して強調やっていこうと思います。まずノーチラス、スキブさんに24ターン変身2ターン激減で変身できるキャラです。変身後バインド無効化7個、私たちのボイス持ってます。はい、で無効感7個で、これまずこの時点で 3.5 の7乗なんで、倍率が6433倍あるんですね。で、まあ、無効感がもう1個つけてあげた場合は、22518倍出るんだけど、今回ドラゴンキラーつけてあげてます。なので、3200倍ぐらいの火力がドラゴンタイプに出せますと。さらには 50% 以上強化もあってまあちょっと火力まずやばいですね。この時点で5万倍ぐらい単体で出ますノーチラス。火力化け物なんだけど、さらにスキルがね、5ターンで水切り光闇回復ルーレット1個生成、5ターン自分の上限が40億になるが5ターンスキルなんですね。でルーレットスキルで欠損しないし、しかも上限40億あってノーチラス、これ3属性木にしてるんですよ。副属性木変化によって3属性木なんで、めちゃめちゃ火力が出せるんですね。その上でリーダースキル、木の6個消して激減、攻撃力24倍、5コンボ加算、木の回復力が4倍と回復力ぶち上げてくれるんですよ。でこのノーチラスがちょっとめちゃめちゃ強いと思うんで、今日は実際にね、強調で使っていこうと思います。編成ですね、こんな感じです。はい、ではノーチラスは当然ロボノーチラスと合わせるのが一番強い良いので、高難易度はもうノーチラス一択です。正直低難易度ダンジョンだったらね、いろんなキャラ使えるんですけど、もう高難易度行きたいときは絶対ねロボノーチラスを合わせるのが最強になってくると思います。まずはリダノーチラス、リダチェンにこちらイグドラシル武器継承ですね。はい、で貴属性にして火力出していきますからのマリエルです。お邪魔耐性プラスに上限解放、そしてモリリン武器継承ですね。マリエル副属性機に変えてあげて、無効感6個7個ですね、無効感7個で火力出していきます。はい、マリエルもめちゃめちゃ火力は高いです。ただこのマリエル以上に火力出るのがノーチラスなんでね、化け物ですよマジで。チョッパーですね、チョッパーは回復ドロ強に回復強化2突に遅延4つ、そしてグルート武器継承ですね。全然オロチでも問題ないんですが、まあグルート武器の方が火力のせれるので、今回はロケットグルートをつけてあげてます。はい、でチョッパーです、暗闇遅延4つに HP 強化、そしてアイアンマン武器継承で、ノーチラスです、遅延4つ HP 強化にオトマアイルー継承です。こちらもね、赤本ロムでも問題ないんですが、まあオトマアイルーの方が単純に強いので採用してあげてます。でラストフェルノノーチラスです、遅延4つ HP 強化にゼラ武器継承って感じになっております。はい、という感じの編成ですね。今日はこちらのね、ノーチラス編成を使って実際に遊んでいこうと思います。もう絶対強いと思うんで、これめちゃくちゃ俺楽しみなんですよね、使うの。まあ、今日はこちらの編成使って遊んでいこうと思います。実際にやっていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずはグルート武器打ちます。はい、からのチャコル継承のアイアンマン打ちましょう。でからの1コンボ組みます。はい、でノーチラス打ちましょう。ノーチラス打ちましょう。さあからの1コンボ組みます。はい、でマリエル継承のモリリン武器打ってあげて GS ノーチラス打ちます。ちなみにこの動画ではリーダーの学園ノーチラスを GS ノーチラスって呼んで、フレンドガンノーチラスを普通にノーチラスって呼ぶんで、よろしくお願いします。はい、でね、もう GS ノーチラスね、ちょっとネタバレするとね、こいつやばいわ。環境上位余裕であるっすね。ちょっと一回見てて軽く。これリダフレで5コンボ加算プラス3コンボ加算入って、こんな感じで10コンボ強化もめっちゃ簡単に発動できるんだけど、ノーチラスの火力見てください。21億。おかしくない？見た？みんな。しかもこれノーチラス何がやばいって、無効貫通武器つけてないんだよね。ドラゴンキラー武器つけてるってことは、今のに全部5倍乗るのよ。まあ今の実はね、あのモリリン武器が入ってるんで、ちょっとイカ様なんですけど。まあとはいえどもさ、マジ強くね。で、ここは3ターンだけ耐久します。はい。チョッパーを4階層で撃ちたいんで、ここ我慢して3ターン耐久しましょう。これマジで強くて、ただただ強くて、本当に。まあ、ちなみにあの、4階層で、木の傷ないよ食らわない自信がある人は、まあ別にここ耐久しなくていいんですけど、あの3分の1で積むので絶対に耐久してください。3ターンそんなやばい考えは持たないでな。普通にここで3ターン耐久してあげれば絶対に積まないので、クリア率 100% になります。はい、なので普通にここは3ターン耐久しましょう。我慢して、超絶せっかちな人はまあ最悪ノンストップ突破してもいいですけど、いやいや絶対ダメ。はい、ここ3ターン耐久します。はい、で耐久値自体も覚醒無効とは思えないぐらい安定してるっしょ。まあ、これも GS ノーチラスの回復4倍のおかげなんだよね。この GS ノーチラス回復4倍のおかげで、回復力、なんていうの、覚醒無効状態でも回復がめちゃめちゃ安定するから、すごい強いんですよ。で、GS ノーチラス打ちましょう。この特殊ルーレットのギミックめっちゃかっこいいよな。
で、このギミックは回復が全く来ないっていうギミックになってます。はい。で、まあ一回無効貫通だけで殴りましょう。ノーチラスのエンハンス含んだ無効貫通で火力がこんな感じ。ちょっと見ててみんな。リーダーの火力が39億、5億、2億出してくれます。さらにこれにドラゴンキラーが乗るので、今の無効貫通単体でも40億、30億、10億ぐらい火力が出せます。で、あくまで今のは無効貫通単体ね。じゃあこれに木の列含んでみましょうか。はい。この遠征もちろん木の列強化めっちゃ入ってます。ちなみに3階層はマリエルって殴っていきましょう。で、 GS ノーチラスが色をかけて、あの普通にね、いろいろ、なんだこれ、え、なにこれ、めちゃくちゃ書いてるけど、ノーチラスは 2.95 倍です。はい、すごいね今の。いくよ。じゃあちょっと一回記念列無効感いくね。よしよしよし、これでポーション、はい、これで、ちょっと待って、弱化ドロップが多い。まあまあいいか、右下弱化ドロップ入っちゃってるけどいいでしょう。はい、もうこれで列無効貫通含んで13コンボ組むと火力こんな感じ。40億、21億、7億かける5です。つまり40億、40億、35億、ポケモン。これが GS ノーチラスの火力なのよ。今回ドラキラ武器つけてるから、ボス階層ではこいつ単体110億出るんだよね。だから、強調におけるボス1階層とかも簡単に抜けて、バケモン強いです。で、ここチャコロ打ちましょう。で、あとさ、結構こういう編成使ってるとさ、ノーチラスタイルだと木の無効貫通組めないやんっていう状況ありがちなんだけど、今回の編成は GS ノーチラスのルーレットがあるので、木の無効貫組めないやんなんてことはもうありえません。絶対にルーレットで 100% 作れます。ノーチラス打ってから GS ノーチラスのルーレットがあるんで。なので、もうこんな感じで GS ノーチラスとノーチラスループを利用してワンパンしていきます。火力も安定して出せるし、回復欠損とか無効貫欠損とかもノーチラスループが続いてる限り絶対にありえません。弱点ないです。おかしいよね、マジで強いの。だからね、 GS ノーチラスこれね、ちょ、評価めちゃめちゃ高いと思います。正直これね、間違いなく貴族性最強はもう絶対で、まあ、そもそも協調勝てる視点で環境リアとしても相当高いので評価は。あとトゲ、あ、ごめんなさい、トゲあったんですね。ああ、すいません、関係ないから無視してました。と言わんばかりのですね、回復力持ってるんですよ。はい、もうとにかく GS ノーチラスのおかげでトゲも無視して殴っていけるんで、回復力減少食らってるにもかかわらず42万回復してるからね、そりゃ強いよ。これが GS なんだよね。はい、でしっかり耐久可能です。で、別に HP が減る分には何の問題もなくって、そう、あの一発で回復持っていけるんで、でしかもリダフレで8コンボ加算あるんで、しっかり回復も安定するんでね。さあ、これで14コンボ15コンボで倒していきましょう。で、特にこの8コンボ加算強いポイントが1個あって、協調ってさ、ボスの1いるじゃないですか。ボス1が14コンボかつ120億ワンパン必須なんですよ。で、ほとんどの編成ってもうその、なんていうの、とにかくあのボス1を勝てなくて積んじゃう編成が多いんですけど、それに対してこの編成に関しては、なんて言うんだろう、ボス1をリダフレ8コンボ加算使って殴れる上に、さっき紹介した通りノーチラスの火力がすごいからワンパンもできるんだよね。だからこの編成はすごい強いんですよ。そう、それができるのがめっちゃ魅力的な編成って感じになってます。はい、で、まあチャコル打ち合わせれてるんで、チャコル早く打ちましょう。オッケー、じゃあここはノーチラス打ってからチャコル打って突破していきます。まあ、チャコロルーパーね、耐久値上げるために必須なんで絶対ちゃんと組みます。 OK、 こんな感じかな。はい、これでしっかりと回復音消し含みながらの無効貫通含んでワンパン狙っていきましょう。どうだろう、さすがにホブラ硬いんでワンパンできるかは分からん。どう、ワンパン強い。この遠征ほぼ火力枠マリエルとノーチラスだけだからな。それでこの強さってやばいだろ本当に。で、闇は2ターン目にマリエル打ちましょう。とりあえず耐久していきます。ノーチラス打ってあげて、はい、耐久です。木の6個消し含みながら耐久していきます。で、2ターン目マリエル打ちましょう。マリエル打ってあげて、次のターンにダメージ吸収が発動するようにしていきます。はい、ここでマリエル発動です。で、この次のターンに必ずマリエルが発動するようにしてあげて、で、かつ無効貫殴りです。で、これで OK ですね。1ターン殴ってあげて、9コンボ。はい。で、次ここで倒していきましょう。無効貫通組んで突破していきます。コンボ現象も消えるんで、まあ、しっかり無効貫通組めると思います。ノーチャラス打ちましょう。指15秒ですね。めちゃくちゃ長い、この編成、そもそも指が。はい、これで OK ですね。
回復4ゲージ含みながらの無効貫通含みながらしっかりとマリエルのダメージ吸収発動してあげると、モノーチラスマリエルの火力で瞬殺してくれるので、こんな感じでワンパン可能です。これで突破していきましょう。火力はめちゃめちゃ安定してるので、道中に関してはもう間違いなく殴っていきます。この編成ボス4パンできる火力持ってるので、そう、あのパッと見さ火力枠2枠ってさ、えゆうころさん火力枠2枠なんて火力出ないから弱いんじゃないんですかって思うかもしれないんだけど、実際2枠とはいえどもノーチラスとマリエルは本当にこれ2枠どころじゃない火力を持ってるので、2枠なんだけどね2枠に変わりはないんだけど、2枠じゃもう表せないぐらいの火力を出していけるので、強調における、そう、こんな感じでしっかりと殴っていくことができます。そう、まあ、あと一応ノーチャラスの火力もね、言うて烈無交換つくんであげればちゃんと入るので、そう、全然強いっす。で、9階層です。ノアはね3ターン耐久する必要ありません。もうチョッパー打ちます。はい、意外と危ないんでね、ちゃんとチョッパー打ってあげて、これで HP も戻します。でかつ無交換つくんでワンパンしていきましょう。何度も言いますがトゲは完全無視で大丈夫です。はい、これで無効貫通含みながらのしっかり回復含んで14コンボです。はい、トゲ組むよりもチョッパーの回復力、そして GS ノーチラスの回復力4倍の方が上なんで、ここもしっかりとワンパーン、ナイス突破していきましょう。これやばいっしょマジで、このリーダーマジやばいでしょこれ、このリーダーほんとやばいやろって、これ絶対やばいでしょこんな、みんなももうさ、うすうすさ、気づいてきてると思うんだよね、このヤバさに。これ、本当に、ロボたちいるじゃないですか。あそこら辺と、もちろんね、その HP の盛りが難しいから、協調までの話なんだけど、協調までだったら十分戦えるぐらいの強さを持ってると思う。いや、まあさすがに戦えるは嘘だね。でも、普通にめちゃめちゃ強いし、相方次第ではもっと化ける可能性もあるし、めちゃくちゃね、可能性しかないキャラだと思ってる。何より楽しい。一番大事よね。この左下のトゲ完全無視できる視点で超楽しいやろ。はい、でここは耐久してからマリエル打ちます。指現象あるんでここは焦らず耐久しましょう。え、ちょ普通待って、マリエル打てばいいやん。ごめん普通マリエル打つわ。ごめんマリエル打って1ターン待ってから次倒しましょう。全くもっと耐久する意味ないっすねこれ。さっきの階層でマリエル打ってたら耐久していいけど、今はもう耐久する必要ないんで、まずこれで回復音消し含みながら1ターン耐久です。はい、ここはしっかりとノーチラスの回復力を使って楽勝で回復でからのダメージ吸収発動するんで、ノーチラス打って倒していきましょう。ノーチラスからのチャコラ発動していきます。トゲ多いんで油断せずしっかりと、これで回復音消し2セット含みながらの無効貫通含んで、ノーチラスとマリエルの火力でワンパンしていきましょう。12コンボです。こいつらなら絶対ワンパンしてくれるって信じてるから、ナイスマジで強いんよね。さあ12階層です。ゼローグさんは初手ワンパンできないんで1、あれワンパンできるわ。あ、そっか、初手ダメージ無効貫通で2ターン目からがあれか。じゃあもうワンパンしていきましょう。いくよ、無効貫組みながら倒していきましょう。やばっ、これでいいか。はい、これでしっかりと無効貫通含みながらの13コンボ組んでいきます。13 14 15 16 17。さあこのままワンパンしていきましょう。余裕のワンパンです。ドラゴンキラー乗るんでね、ここら辺からはノーチラスの火力がどんどん化け物になっていきます。13階層、ここもしっかりドラゴンキラー乗ってくれるので、ドラキラ乗ったねノーチラスはね化け物よ、5倍乗るからね。はい、でここね、お前も回復消せなくなるのかよ、危ねえなマジで。はい、でここもワンパンしていきます。まあつってもワンパンできるんで関係ないですね。このルーレットめっちゃ面白くて、こんな感じでね、めっちゃ簡単にこれで烈無効貫通組めるんですよね。ただまあちょっとこれ回復、あ間違えた、キドロップ残しておきましょう。一応次の階層で無効貫通組みやすくするためと、あとここ楽勝でワンパンできるんで、はい、ここはキドロップ少し残して突破していきます。今全部消してもよかったんだけど、回復残っちゃってこの階層安定しないんで、まあ、ここはもうこれで倒していきましょう。で続きましてボス1段階目です。ここは無効貫通含む6コンボで OK なんで、はい、さっきちゃんとキドロップ少し残したんでなおさら安定しますね。で指15秒あります。で不安だったらマリエル打ってください。全然マリエル打っちゃっていいんで、はい、もうここマリエル打っちゃいましょう。全然そうするとこれで指30秒になります。なので落ち着いて組んでいきましょう。もうこれ以降マリエル打つこともないんでね、なので絶対負けません。こんな感じで
でもあとは焦らずに、マジで焦らずに、はい、これで無効貫通含む盤面7コンボですね。でもマリエルとか打ってあげると指もめっちゃ長いんで楽勝で組めると思います。あとはノーチェラスの火力に注目、ドンドンドン、これでワンパンできます。最強っしょ。ノーチェラス多分40億17億40億かな出てるんで、単体100億出てますね。あとはマリエルが40億出してくれてるので、これでしっかりと120億ワンパン可能です。からのボス2段階目ですね。ボス2段階目は2パン可能です。まずはルーレット利用して、はい、ルーレット利用してまずは無効貫通組んでいきましょう。ノーチェラス打ちましょう。何何何何、あ、そっか、これであれしてくれるんだ。まず一旦じゃあ無効貫通組んでいきますね。いきます。はい、やばい、めちゃくちゃ選挙家が喋ってる。マジふざけんなおい、住所バレるんだよバカ。さあこれで無効貫通含みながらの10コンボ組んでいきます。これでまずは半分ぐらいまで削っていきましょう。ドラゴンキラー乗るんで余裕で半分まで持っていきます。最強火力、選挙家よりも声出して声で上書きしていきましょう。からのノーチェラス打ちます。ちょっとうるさいと思った人許してください。てかさ、マジでさ、選挙家ってさ半分近所目、いや、やめとこう、政治にうるさい人に怒られそうだから。はい、無効貫通含んでこれで2パンしていきます。12コンボ組んで突破していきましょう。13コンボ14コンボです15コンボです。さあこれで無効貫2発組んであげてこのまま突破していきます。ナイス火力、最強。さあもう気づいたらボス2段階目なんだよ、ボス3段階目なんだよね。これ早い強い楽しい、おい早い強い楽しいって一番よくねえかこのゲームでな。でここも無効貫通でひたすら削っていくんですけど、ちょ一発ぐらい烈無効貫入れたくないってことで、一発ぐらい烈無効貫入れていきましょう。ノーチェラス打ってからキドロップ整えてノーチェラス打ちます。はい、でルーレット生成で一発ぐらいはね烈無効貫いっちゃおうと思います。はい、記念にね一発いきましょう。えい、これで十分ですね。まずは一発失礼しますと、ちょ待って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 、危なすぎだろ。はい、これで烈無効貫通含んであげて13コンボです。まず一発これで全力火力削っちゃいましょう。うわ強い、めちゃくちゃ強いんだよね。はい、からのノーチェラス打ってあげてチョッパー打ってあげて HP1.5 倍していきます。さあこのまま半分まで持っていきましょう。無効貫だけでも絶対削れるんだろうけど、まあ烈無効貫組んでおけると間違いなく削れるから心の余裕ができますね。絶対無効貫だけでも削れます。はい、ただまあせっかく組めるんだったらね、場面もいいんでこのまま組んじゃいましょう。いいやこれで、ちょごめん、なんか頑張って組もうと思ったんだけどめんどくせえから無効貫列組んじゃいましょう。でこれでチョッパーの HP1.5 倍含みながらこのままもう余裕で半分まで持っていけます。はい、で回帰力激減食らうんだけど、ここはマリエル返せるんでマリエルで回帰力上昇、まずノーチェラス打ってからサコル打ってからマリエルで回帰力も戻します。からの左下で無効貫通含んでいきましょう。うわ回復がやばいと思いきやですね、まあもうみんなもう分かってると思うんだけど実際、はい、こんな感じで回復4消し含んであげるだけで余裕で HP 全回復持っていきます。23万、はい、回復力23万トゲダメージね、回復力330万、回復力330万だよね。どう ?330 万でよくない？今日は。で、あとはもう無効貫組んで倒していきましょう。いきます。はい、もうあとは焦らずいくよ。これでいいっすね。はい。これで十分ですね。はい、こんな感じで無効貫通含みながらの機能、無効貫通含みながらの全力コンボ、さあこれで2パンしていきましょうという感じでした。ボスもやっぱり無効貫2発で 50% 削り切れますね。強すぎ、おい強調やぞ、強調こんな簡単に貴族性リーダーで勝てるのやばくね。ということでね、今日は GS ノーチラスを使って強調を攻略する動画でした。あのまあ編成がねめちゃめちゃ強いっていう前提をまずその上で話すよ。これをね作った猫丸さんがまず神なんだけど、編成が強いっていう上で GS ノーチラスってやっぱやばいっすね。
副属性まで合計で単体100億ぐらいをバンバン強調で出していける上に、スキルもルーレットループがあって上限40億になって、しかもリーダースキルは回復4倍激減リーダーよ。しかも24倍5コンボ加算で強調のねコンボ吸収との相性も良くて、めちゃめちゃ使い勝手いいと思います。ぜひ組める人はね使ってみてください。ということで今日は GS ノーチラスとノーチラスを合わせて強調を攻略する動画でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。